こんにちは。今日の昼ご飯はキノコのパスタとそれからキャベツのスープです。これコンソメ味にしたんですけどね。でもなんかこのパスタやらかした感があるんだよな。まあ、とりあえずいただきます。こんなもんかな。やっぱ特別美味しくはないけどこんなもんですね。ちょっとこの後用があるんで大急ぎで食べます。それではこんばんは。乾き物つまみながらチビチビやってます。これせんべい類が入ってないやつだからね、美味しいんですよ。いや別にせんべい類がまずいってわけじゃないんですけどね。できれば全部なんていうのかな、この豆とかさ、あのフルーツ類のやつがいいですね。で今年2本目のねメインチャンネルの動画はつい先日のね、あの正月の探索の模様です。でもね、緊急事態宣言がまた出ちゃったらね、そんなに大ピラに行くわけにもいかないのでね、例えば一人で行くんだったら全く問題がないんだけど、とはいえね、となるとちょっとね、出し惜しみして温存していかなきゃなんないかな。あのね、4年前の動画でお蔵入りになってるものがあるんでね、またそこら辺をちびちび出していくことになるかな。前に行ったところの総集編とか、まあなんか工夫してやります。こんにちは。また雑煮もどき作りました。それから伊達巻きね、なんか正月バタバタしてて、せっかく買っといた伊達巻き全然食べてなかったんですよね。ということでこれから伊達巻きを楽しませていただきます。もう全然正月じゃないんですけどね、一体どうしたんだろう。夕飯です。夕飯はね、ユッケジャンをお雑煮にしてみました。要はレトルトのスープにねお餅を入れただけなんですけどね、多分美味しいと思うんだよな。あとキャベツはレンジでチンしました。いただきます。よいしょよいしょ。お行儀悪いんだよな。やっぱり思った通り美味しいですよ。っていうか僕が作ってた雑煮もどきよりずっとこっちの方が美味しい。キャベツのこの葉っぱね、あ、キャベツ葉っぱしかないけどさ、ちょっと外の方だったんでだいぶ青いんだけど問題ないね。どこさん、あの林教神の会長だったね、あの目指しのどこさんね、あのどこさんの奥さんがキャベツの外側がなんかあの なあれどうしたんだっけな、茹でたとかって言ってたかな。それで食べてたんですけど、まあ実際でもあの時のあの目指しのどこさんの番組っていうのは若干やらせな要素があって、まあ実は普段どこさんうちであの奥さん手作りのね結構ごちそう食べてたって話らしいんですよ本当はね。でもやっぱりそれでもね富裕層にしては十分質素な生活だなとは思いますよね。で収入の大半を経営してたっていうか、あのお母さんが創立したね学校の運営に資材をねつぎ込んでたみたいですからね。上品な富裕層っていうのはね、なんていうの、お金の使い方が違うのね、成金とは違うんですよね。だからさ、あの芸能人はべらしたりとかさ、なんだかよくわかんない金のばらまき方してみたりとかね、そういうことはしないですよね、あのちゃんとした富裕層の人はね。なんか明日マックの新メニューが出るみたいですね。あのビッグマックセットがとりあえず安くなるっていうのと、それからグランドビッグマック、ギガビッグマック、これは新製品ですよね。早速食べなきゃ、というか早速食べて動画作んなきゃ。当然狙いはこれですね、ギガビッグマック。バリューセット1040円もするよ。だけど株主優待券があればタダです。でそれからメインの動画もね多分なんとかできそうな感じですね。ということはどうなんだ、あ、明日動画2本更新かな、まさかの。いやまあいいや、わかんないですけどね。動画、編集、編集、編集ですね。もう全くね。マックはサクッと作ろう。ということで、明日もどうぞよろしくお願いします。